まあ、長友自身は左サイドバックが多かったんですが、右サイドバックにはちょっとこう苦手意識もあったそうですね。ああそうですか、それがもう最近はやはり右サイドバックの楽しさも随分と分かってきた、はい、おこれはチャンスになるか、松木玖生、松木のシュート、ついに出ました、初ゴール、松木玖生の初ゴールです。ともに J1 初ゴールの1対1です。いや一瞬でした ね、まあ、このバックパスが少し弱くなったところを松木よく狙ってましたね、まあ、ゴールキーパーも出てきたんですけれども、まあ、ここはしっかり相手のキーパーの状況を見ながら、まあ、しっかり駆け引きしてかわして右足でゴールに流し込みましたね。まあ、この辺りの落ち着きっていうのはやっぱさすがですね。いやまあ本人